ャンネル。ちょこんにちは。なんかやっぱり今もコロナの影響でいろいろ世の中が、はい、まあ、変えていこうと、うん、まあいろいろね、うんうん、試行錯誤してますけど、はい、入学の時期を、ね、そう9月制にとかいう、だからなんか欧米に習って、はい、まあ今ね、まあ、うちの子供もそうですけど、はい、まあ、幼稚園も学校も、ね、うん、行けてない、はい、で、あのなんかあのオンライン授業は 5% らしいんですよ、全体のできてるところは、はい、だって、まあ、あの全員の家に Wi-Fi が飛んでる保証ないですよね、はい、で携帯とかを持たせなくしようっていうご家庭もあるし、はい、そういうタブレットとかが、パソコンとかが持ってないご家庭もあるわけじゃないですか、うん、ってなった時に、まあ、なかなか難しいっていうところもあるんですけど、はい、でも、まあ、あの9月制をどうするかどうかで、はい、いろんな問題はあると思うんですよね、はい、でもそんなことを言っててもキリがないから、うん、野球界の人間だから、はい、そんなもんなんかあの年度末どうするんやとか、うん、就職とかどうするんやとか、はい、行政も年度末変えなきゃいけないんちゃうんかとか、もういろんな問題あるのは百も承知で、でもそんなこと言ってても仕方ないんで、はい、変わった場合野球界のメリットデメリットだけを話すっていう、おー、なるほど世の中よくわからないけど、はい、野球界だったらどうなるって、だったらどうするのかっていう時に、うん、9月入学にしたらですね、はい、一番問題になってくるのは分かりやすいところで言うと甲子園ですね。あ、そうですね、だから、まあ、はい、9月入学で考えると、うん、はい、まずあの、まあ、今でいう春休み冬休み夏休みを考えなきゃいけなかった時に、うん、もし同じような日程で やるとすると、うん、あのもう7月中ぐらいから新学期始まるまで夏休みですよね、はい、だからそこがもし甲子園になると、はい、受験どうするんやっていうね、受験がまた、うん、だって2月3月じゃなくなるから、はい、9月だと、はい、受験がもしじゃあ4月の場合でいうと2月3月が受験ですか、僕受験したことないから分かるんですけど、そうです、大体2、3ですね、2、3でしょ、ってなったら7、8が受験になるんですよね。あ、そういうことですね、はい、ってなったら、うん、受験しながら甲子園もきついですよね、あとインターハイとかも、はい、ギリギリまでやってすぐ受験だったらいいんですけど、うん、受験日と甲子園の試合が重なってますみたいな甲子園が冬になる、いや、それは寒くてできないですよね、そうってなった時にそれがあるわけじゃないですか、はい、だからまだ受験を考えたらもう7、8ですね、7、8、はい、受験シーズンはもうここになりますね、はい、9月で行くと、うんうん、って考えた時に、はい、夏の甲子園無理っす、でも、うん、無理じゃないですか、はい、プラスあるんですよ、プラス、この 8月夏の甲子園無理ってなった時に、はい、メリットあるんですよ、はい、何ですか、熱中症対策言われなくて済むそこそこですか、はい、はい、だから、うん、ずらすとすると、はい、5月か、でも結構梅雨かぶってくる、だから選抜の時期を、はい、夏か、あ、春の選抜が夏になるってことですね、夏にして、はい、だからちょっと遅らすとか、はい、うんうん、春休みを、はい、だから4月ぐらいで、で夏の甲子園の代用というか代用をやって、はい、でもね、秋、そしたら、うん、春の選抜を秋に持ってこなきゃいけないじゃないですか、え、でも春の選抜って年度末に大体やってるわけじゃないですか、ってことは9月入学で考えたら8が春の選抜じゃないですか、まあ、そうなんですけど、はい、そこをもう3年生は出さないようにしてか、出さないようにして、あ、それだったらいけるっすね、8月にある甲子園が3年生は出ない、出ない、元々の春の甲子園の立ち位置が夏になるっていう、なる、そこ変えたらいけるっすね、変えたらいけます、時期を変えてそれが夏と春をこうね、うん、変えたら、はい、いける、それいけるっすね、いけます、いけます、うん、簡単っすね、じゃあまあちょっと今までのその夏のあのね、一番やっぱ大注目されるのって夏じゃないですか、うんうんうん、でもそれが春になるっていう、そうですね、だから、うん、夏が新3年生がやる試合で、はい、春が3年生最後の甲子園ですね、甲子園ってことになりますよね、まあまあそれはそれでできるっすね、はい、そのままで、まあ、そしたら移動しなくていいしね、まあそうですね、まあでもそうしたら、まあ、受験を考えると夏に今までやってた甲子園で受験ってまあだいぶ時間あるじゃないですか、うん、夏に終わってそこから燃え尽きて今度は勉強にみんなガーって集中するわけですよ、うんうん、その期間が短いですね、3月に終わって4、5、6ぐらいしかないってことですよ、うん、まあまあいけるっしょ、まあいけるか、はあ、まあそこはしょうがないか、うん、甲子園にも出る強豪校で受験するって、はい、多分相当頭いいと思うんですよ、は
静岡高校結構ねみんな受験してるんですよ、はい、だから相当頭いいから、はい、多分行ってでもできると思うんですよ。まあそれかまあやっぱ日頃からやってるじゃないですか。まあまあそこそこ、いやでもやっぱり野球ってそんなに日頃から勉強もガリガリやってて野球もって結構難しくないですか。いやできるはずです。できますか、はい、でもまあ4ヶ月くらいあるんで、はい、最悪。まあやっぱ最悪あと、まあ、もちろんちょっとお金はかかりますけど、うん、浪人をするとか、うん、まあ方法はたくさんありますよね。あと甲子園出てるっていうなんかワンポイントアップとかしないのかな、内心でね。あー内申点は、よく俺よく受験したことないから受験のシステムよく分かんないんだけど、高校受験だったら内申って結構大事なんですよ。大学ないんですか。大学はね内申全く推薦、推薦、あでも甲子園出たら推薦っていっぱい出るじゃないですかね、はい、それにかけるね。でもだって予選で負けたら、はい、10月とか11月で終わりだから。え予選そんな早くやる。あそっかそっか、そうですね、もう受験勉強めっちゃできる、はい、できますね、はい、そっか。でも予選そんな早くやるんですか。だって12月1月できないから。今でも選抜の予選は10月とか11月だから。そっか、あじゃあそんな早い段階で、下手したら9月ぐらいからやってるとこあるもんね。あなるほど、うん、あそうですね。そしたらまあ甲子園行ってない学校はだいぶ早く終わる。でもそう考えたらちょっと高3の旬が短いね。短い、はい。あでもまあ今の夏の予選でも6月とか7月で負けるから、うん、2ヶ月とかだから、まあまあそんな誤差なしかな。まあまあそんなにそんなに、うん、はい、まあ、そこはじゃあ交代ですね。そうですね、時期を交代ですね、うん、その、うんうん、出れる人たちを交代さすと、はい、まあまあできなくない。できなくないですね、うん、でもですよ、待って待って、そうすじゃあまあ甲子園はできます、うん、ちょっと入れ替えて、うん、ドラフトいつやるんですか。ドラフトはね、はい、あれだね、プロ野球の開幕はいつになるんですか。それはもう一緒だから3月末、それは一緒。え3月だからね、ゴールデンウィークだね。ゴールデン…いやちょっと待って、分かんなくなってきた。ゴールデンウィークにドラフト、ゴールデンウィークにドラフトやって、うんうん、でも高校3年生って9月に9月…だから8月卒業やるんですよね。そうだから、あの7月、8月、9月が受験だから、はい、5月ぐらいにドラフトしてあげないと、はい、かからなかった人は受験しなきゃいけないかも分かんないし、はい、進学しなきゃいけないかも分かんないから、ね、はい、準備期間いるから、うん、今までの10月ドラフトだと、はい、あの大学1年生に行かないで待っといてかからなかったら浪人になるから。そうですね、だから10月ドラフトは無理だから、はい、5月にして、はい、っていう。5月にしてで、あってことはですよ、あの結構卒業、今ってその在学中にキャンプっても行くじゃないですか、うんうんうん、じゃなくてもう卒業してからキャンプ行って。そう、もう卒業したらすぐもうチームに入れるんです。入れる、あなるほど、うん、あそのちょっとゆとりがあっていいかもしれないですね。もう9月だからもう夏休みからプロだね、うん、そうですね、だからもう7月末からもう帯同だね、うん、あなるほど、だから下手したら9月ぐらいに試合出れるんじゃない。9月に、だってもう7月ぐらいからチームに加わってきてるから。そっか、もしうまくいけば9月ぐらいに試合出れる、はい、18歳。でもあれじゃないですか、やっぱそのシーズンは待って次のシーズンからじゃないですか。いやいや、もうだっていいじゃん、そこは。いいですか、だって入ってんだ、まあ、まあ入ったら。そうですね、入団が9月ぐらいになる。でも8月とか9月、うん、だからそこはもう例外として、はい、新人はドラフトの4位とかまでは、うんうん、支配下の70人プラス4で、はい、クビにする選手作らなくてもできますよっていうようにしとけば。あそれで70人クビにする選手があってドラフトがあるから、はい、クビにする選手がもっと先になるから、はい、うんうんうん、あまあでも意外とできますね、うん、だって夏の甲子園の立ち位置を3月とかにやるわけですよね。 そうそうそう、それを見てから、うん、ちゃんとまあ4月か5月ぐらいにドラフトをやると、うん、だからできるんです。できますね。でもうあの7月末からチーム入団、はい、入団、はい、卒業。だから今のプロ野球より、うん、今のプロ野球は、まあ、1月自主トレで、まあはい、2月からだから、はい、7月末から来ると8、9、10、11、もう半年チームに合流が早くなるから、はい、早くなりますよ、プロ入り。これいいんじゃない、はい、その半年待つんじゃなくても先に入れちゃうってことですね、うん、だってもう卒業するもんね、はいはい、8月だから、はい、
だからもうそれでいいんじゃない、シーズン終わる前に入団、入団でうまくいけば9月にもう試合出てる、登板できるとかかも、はい、試合出てるかもしれないし、はい、まあ、もちろん次のシーズンからでもいいけど、うん、次のシーズンになってくると、はい、まあ、約9ヶ月ぐらいプロに行くまでトレーニング詰めるから、うん、それもまたいいですよね、はい、まあそうですね、高校行けるっすね、意外と面白いですね、うん、9月入学とかになったら、まあ、大学生とかもじゃあ同じ感じ、次大学っすね、考えなきゃいけないのは、いやそうなんです、ね、春と秋のリーグ戦があるから、はい、9月入学だと、はい、もう入ってたらすぐリーグ戦ですね、はい、まあでも、春のリーグ戦も4個だから、はい、入ったらすぐリーグ戦だから、はい、まあまあそこはできます、できるっすよね、はい、で、うん、春のリーグ戦が4校で、はい、で、あの6月ぐらいに全日本選手権があるから、うんうん、もうまあまあできるっすよね、まあ、全部ぐるっとあれか、だって別に冬には被らないのか、試験は大学生は試験ないでしょ、だから入社試験とかでしょ、入社試験、あでも一応卒業できるかどうかの試験はありますけど、でもそれは別にそれやりながらもだって今、あまあでも野球部のもしプロになるのであれば卒業しなくても、あとはだってリーグ戦とか週末土日だから、はい、まあ、そうですね、ちゃんと勉強しながらできます、やったらできるじゃんね、はい、できるできる、だからリーグ戦中にドラフトっすね、リーグ戦中にドラフトになるのか、うん、ドラフトが、4か5になるわけです、ね、4、5がリーグ戦になってくると、はい、5のゴールデンウィークにドラフトだからリーグ戦中にドラフトだね、はい、大学生の、うんうん、まあでも判断基準とか見られるわけですもんね、うん、判断、それか昔みたいに高校と大学生のドラフトを分けるかね、あ高校ドラフトと大学社会人ドラフトを分けて、昔あったんですけど、そうですね、それにするか、うん、まあ一緒にしたらリーグ戦中、はい、高野連は早くドラフトやってほしいらしいんですよね、うん、やっぱそのドラフトかからなかった選手の進路を早く切り替えるために、あなるほど、だからそこはまあでもいけるっすね、あの、いけますね、野球界は9月入学にしても、まあ、頑張ればいける、頑張ればいける、ただ甲子園でいうと春と夏の立ち位置が変わって、はい、リーグ戦も、うん、まあ、リーグ戦は、うん、まあまあ別にそのままでいけるっすね、いけますね、大学のね、はい、いけるね、いけますね、野球界はプロ野球は変わらずですもんね、プロ野球は変わらない、変わらずで、しかも、うん、プロ入ってくる選手は7月末からもうチームに入ってから、入れちゃう、だって変な人は17歳だからね、そうですね、いやそうですよ、17歳ですね、今の基準でいくとね、でも18歳になってるかもわかんないね、だってあのよくよく考えると今の4月1日生まれの子は7月の30日生まれになるのかとかってもあるじゃんね、いやあの遅れてるんで19歳が出てくるってことじゃないですか、高卒で9月入学になって、でも今のままでいくとね、でも最初にまた変わるじゃんね、だから19歳、18歳を高校入学にするんだったら年度変えなきゃいけないから、はい、早生まれが1月から8月までが早生まれなのかな、え、そこまでも変えちゃうんですかね、そこ変えないと、はい、いや学年がよく分かんなくなりますよね、あ、そっか、まあそういう難しい話はしない、はい、分かんないでも、うん、野球はいけるね、はい、いけますね、甲子園も春と夏の立ち位置変えてドラフトをそこにして、うん、入団早めにして、はい、大学生とか即戦力だったら、うん、入ってシーズン中入ってくるもんね、はい、めっちゃホームランとか打つかもしれないですね、うん、しかももう、うん、大学生とか卒業で出てきたらリーグ戦終わったら、はい、そのままもうプロに入ってもいいよね、まあドラフトかかっちゃったらもうすぐ入団でもいいかもしれないですね、うん、だからリーグ戦もし終わって4、5で5月終わったら、うん、はい、6月からすぐ入団、はい、いやでももしかしたらあれですよ、大学卒業しないとプロに入れないっていう学校ってないんですか、別にだって大学卒業してなくてもプロ野球選手いっぱいいるじゃん、あ、あのいいんですね、野球部卒っていう人いるから、あ、いる、野球部卒いる、大学は卒業してなくて、はい、でしかもその単位取れてないからプロの選手のまま、はい、その単位をあのプロ野球選手のままと通信とかで取ってる人とかいるじゃないですか、レコード出したりとか、はい、うん、だから別に卒業しなくても、はい、いけると思うんですよ、いけるんですよ、4年経ってれば大学行って、はい、そうしたらそのシーズン先発ローテーションとかも怪我人とかが出て苦しい時に大学の即戦力ピッチャーが最後の方にボーンって入ったり、開幕経って1ヶ月半ぐらいで、はい、
おちょっとピッチャー誰いいからピッチャーいるぞっていう途中加入で、はい、でそのピッチャーがリーグ戦終わって6月終わったらすぐプロ入ってきて、もう6月中ぐらいからほんの 2,3 週間前まで大学で投げてたピッチャーがもう投げてますみたいな、いきなりローテーションに入るみたいな、うん、大活躍みたいな、うん、あるね、ありますね、面白いですね、それはそれで面白いですね、はい、そうですね、高校生はもちろん、うん、はい、だからあの一律入団じゃなくなるっすね、まあそうですね、高校生は、はい、まあその全部学校ね、はい、卒業しなきゃいけないから授業も行かなきゃいけないし、はい、だから7月のまあ、夏休みになってから入団ですけど、はい、全部終わってから、はい、でも大学生はもうすぐ入れますね、で学校の授業があったら授業だけ行って入団しながら、はい、だから先発ローテーションとかだったら火曜日は取れてないタイミングで必修なんで行かなきゃいけないんで火曜日とかは無理ですじゃあ木曜日行っとくかとかね、はいはい、まあ、そこは球団と采配ね面白い、やりながら、まあまあでもまあ野球界のことだけ考えればまあまあできなくないですね。ちょっと一つ思いついた。なんですか。戦力外いつ出すの。いやだから戦力外一緒っすよ。でも入団を早い時期に入ってきちゃうじゃないですか。だからそこはさっき言ったように特例でドラフト4位までは70人プラス4で、はい、特例としてこの選手たちは支配下プラス4でプラス4でできますよ、できますよっていうドラフト4位までは、はい、で5位以降は来年からですよとか。あ、まあまあそういう特例を作ればいいというわけですね、はい、もしくはとりあえず1年目の選手は全員育成契約です、はい、うん、大学も社会人もと、はい、あの高校生も1年目はもうだからその1年その5月に行われたら、はい、その年12月終わるまでは基本的には育成選手ですよ、はい、でもチームに余裕があるんだったら切り替えて試合下にしてもいいですよっていう、あ、まあ、そういうルールを作れば、そうそうそう、そしたら取りたかったらチームを70人キツキツで試合カーに しなくていいようにしとけば入れるわけじゃないですか、はい、だからそこを見つけてやるとかね、うん、っていうのにしていけば、はい、まあまあできなくはないですね、そしたらまあ戦力外も通常通り、そうそう戦力外は通常通りです、はい、はあ、はあははあ、なるほど、いけるな、いけるっしょいけますね、だから野球界で考えたら、まあ、9月入学にしても、はい、いけるっすね、まあちょっといろいろと認識、まあ、夏の甲子園、春の甲子園っていうのはちょっと変わってきて、うん、そこは変えなきゃいけないですけど、はい、でまあ慣れたら慣れてるじゃないですか、うん、でも大きく変えなくても、はい、その8月をやめて10月にするとか、はい、変えなくても、うん、その立ち位置だけ変えれば、はい、できなくない、できなくない、はい、はい、いやー面白いですね、面白いですね、はい、あのね、いろんなことまで口出しすると、はい、よくわかんないですけど、はい、野球界だけね、はい、じゃあできるということで、はい、はい